時間勘違いしちゃってた。ごめんよ。だからメイク始めちゃってた。メイクしちゃってました。まじで動きはうまくいかなかった。やっぴーやっぴー。今日は初見です。確かにみんな今日は初見だね今日は101日配信、100日前から配信遅れてドキドキ、ごめんちゃごめんちゃ、はんかと思ってた。そしたらママがなんだっけ、コミュニティ、あれな、ハライミコミュニティみたいなやつが7時からですってなってて、あ、また7時からにしたんだったみたいな、ややこしい、ややこしいよ。もうメイク始めちゃったよ。寝坊してやがった。そうだよね、昨日メール送った、え、送った、もしかして届いてないとか、え、昨日メール送ったよ、あゆ、え、届いてた、メール、届いてないっす。あれ、え、絶対送信ボタンを押したし、でも後で確認してみます。届いてなかったら急いで朝メールも書きます。なんで届いてないの。昨日200日だったから、絶対200日配信だったし、ほう、ゲームまたしたい、またしよう。朝メールしか来てない。朝メールは送ってないよ、逆に。なんで朝メールが来てるんだ。朝メールはまだ送ってない。朝メール楽しみにしてね。うん、楽しみにしたいって。え、なんで送れてないんだろう。え、ワンちゃん
写真の不具合とかだったら朝メールも送れなくなっちゃうので、そこだけご容赦ください。でも朝メール多分送れる。なんか不具合が発生して送れなくなっちゃうと、一回スタッフさんとかにも頼んだりしないといけないから、朝メール送れるかな。なんで送れなかったんだろう、送れなかったんだろう。昨日の朝メールね。ああ昨日のびっくらこい。今日公園行きます。あやった、今日公園に来てくれる方、はいちゃん上を向いたよってやつ好き。あ、ほんと、はいちゃんは上向いたよ。今日の前座の曲がですね、にしししお、はい、お見送り黙って手を振りながら送りすぎる予定は未定。じゃあ黙って通り過ぎないで。はい、はい、あれしてください、ちょっとお話しかけてください。仕事だからパワー送るね。はーい、待ってます。ハンナちゃんが前後に立つぞ。今日はハンナちゃんのお隣にしよっかな。あゆってさ、あんちゃんのことアンナちゃんってずっと言ってたんだよ。なんか今考えると、今はアンナかアンナちゃんじゃないわ、今はアンナかアンちゃんって言うから、みんなアンナちゃんお誕生日おめでとうって言う。確かにアンナピーア、アンナピーアも呼ぶけど、アンナピーアも呼ぶけど、前までは、前は、アンちゃん呼びするまでは、アンナちゃん。アンナちゃんって呼んでたの。なんかすごいよね。お仕事行ってきます。行ってらっしゃい。頑張ったね。でもそういえばさ、今一瞬意識飛んでたわ。そういえばさ、あゆ
あゆがお誕生日、2月1日ね、お誕生日だったんだけど、その、その次の次の日ぐらいが、その2月3日とかかな、が前座のあれだったんだ、初めての前座、初前座だったんですね。で、まあ、初前座だからなのかも知らないし、まあ、4期生の頃もまだ全然知らなかったのもあるかもしれないけど、全然誰もお誕生日おめでとう、まあ、言ってくれた方は言ってくれたけど、誕生日おめでとうって来なかった。あ、来てくれるのかなって思ったけど、全然言われなくて寂しかった記憶があるんだよね。まあまだ全然始めたてだしね、全然初の時だったのもあるから、あるから、それにあゆのことはまだ誰も知らなかったかもしれなかったしね。言ったっけな、絶対言ってない、絶対言ってない。まだ初期の初期だし、そうだよね。まあね、そんな根に持ってるわけじゃないからいいけど、そのあんちゃんに今日はお見送りでお誕生日おめでとうがたくさん来るんだなって思うと、あゆの時は来なかったなって思い出しちゃった、そういえば。で、僕は心の中で叫んでました。あ、本当にそっから口にしてほしかったけど、まあ、伝わりましたよ、みんな伝わりました。来年の2月1日はめっちゃお祝いだね。2月1日土曜日だったらし、土曜日らしくて、土曜日なんだよね土曜日らしくて、2月1日ね、だからワンちゃん来年は多分直接に行くよね、公演があったらね。しかもあゆが本公演とか出るってなったらね、いいよね。当日公演あるといいね、ほんとあるといい。そしたら何、自己紹介でみんなの王様になりたい、新潟県出身16歳のはやちゃん方、16歳になりました、はやちゃんことはるみですって言える。生誕祭とかはまだなさそうじゃない、さすがに。だってあやちゃん4期生だもん。誕生日までにはうちは持っていくね。そうだよ、うちは読みてないんだけど、わざと年齢間違えるパターンも。いや、普通になんか、あ、でもわかんない、当日だからさ、自分誕生日っていう感じで覚えてるかもしんないけど、でもなんだろう、次の日とかだったらさ、普通に16歳ってこと忘れて15歳のってノリで言っちゃいそう。しかも誰も気づかなそう。15歳のハラちゃんことハラちゃんですって言ってもなんか誰も気づかなそうじゃない。14歳って言ったら気づく。14歳はさすがに言いません。14歳に見える、なんだよ。なんだよ、当日だと先輩方も間違える。あ、そうなの。
でもなんかさ、自己紹介に入る前にさ、みゆみゆさんがなんちゃかでーなんか一言言うじゃん。今日平日公演ですとか、例えばあゆの初日あったら今日はらゆみちゃんの初日ですみたいな言ってくれるじゃん。あの別終わった後の自己紹介前だから、そこでワンちゃん今日はらゆみちゃんのお誕生日ですって言うから、それではっって思い出すかもしんない。はっ、そういえば16歳って言わないと。あ、あみちゃんおはよう。今日の公演東京から見に行くね。最高に可愛いから会うの楽しみ。えーん、嬉しい。名前教えてね。あのお出迎えとかの試合だったりお見送りでも。本公演だとそうだね。そうだよね、本公演だと。あれ本公演出るのにこれで前座だったらちょっとこれで前座だったらちょっとお仕事行ってきます。いってらっしゃい。であゆが MC 回してみたいな。はい、今日はあらゆみが MC を進行させていただきます。仕事頑張ってね、仕事頑張ってね。まなちゃんにはまだ年齢に対して敏感に反応するのか、あ、またか。29歳ってすごい、本当に。最前列の席だよ。お、最前列の席。OK、じゃあ赤ピンク振っててね。赤ピンク振ってたら気づくからね。もうわかるの？最前とか。もうわかるのかな？みんなが教えた。そんなことはないはず。え、そうだよね、そんなことはないはずだね。ウスティファン祭りこっそり赤ピンク入ってて、こっそりじゃないでしょ。こっそりじゃないでしょ。もう堂々と振ってたよね。ドドドドドドって振ってたじゃないですか。しかももうね、 DD なんだから、そこはこっそりとかやないって堂々としといてほしいわ。そこは堂々とさせてください。バレてた、バレてた。スキスキップスキスキップ、スキップしたくなる。手を手を持って、堂々と6本振ってたね。まあ、もう持ちきれてなくて2本をぶら下がってた。ちゃ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 、あゆここができなかったんだよね。はあ、そこだけ今ちょっと後悔。なんか毎日のようにコメントに対し、なんだろう、星出るイメージしかないんだ。なんだろう、何のイメージだろう、何してるイメージだろう。ツッコミ、そう、ツッコミしてる。普通にあやまコメントからなんだろう、話題を拾ってくるというか、まあ、ほぼねそんな感じ。ふふ、塩見の原ちゃん、あやまコメントボケを埋め、そうか。今日は全然頑張ってね、ありがとう。ありがとう。
いつも DD いじりしてくれて感謝。そう、なんか DD、 なんかね、アユに捕まえたいって人もよくいるし、アユに怒られたいみたいな人もよくいるし、逆に怒られたくないって人もいるし、なんかよくわかんないねどうしたらいいんだろうってどうしたらいいんだろうって。ファンマ店の時のペンライト、え、何これ、やばい、目が悪くてぼやける。アイに怒られたいはわかるかも。いや、あなただよ、あなたのこと言ってたんだ、アイに怒られたいあれは DT じゃないよ、キョロリンズなだけだよ。キョロリンズってなんだよ、キョロリンズってないよ、キョロリンズって。読めない感じはぼやけますだから今ちょうどあくびしたから全部ぼやけただけ。たくさんいじられるやん、役に立つ。本当にそう、本当にそう。例えばサイン入り生写真たくさん書きましたよ。なんかね、メッセージも書いてるんだけど全然違う、全部全部文章、全部ではないんだけど文章はもうほぼ違うから、何が当たっても結構楽しいかも。なんか面白いんだよ、なんかこのアユとはご飯取り寄せてねみたいな書いてあったりするから、ご飯取り当たったらご飯と一緒にアユの生写真も持ってって、写真撮ってあげてください。うん、お疲れ様、次の瞬間申し込むね、よろしくねよろしくね。結構何着ても楽しい、面白い、面白いことも書こう、書こうじゃない、書いたから楽しみにしててください。今からでも間に合いますか？多分間に合わないんじゃないですかレアモンとか混ぜた感じ、ゴジラ辻ありとか、え、ゴジラ辻は確かないと思う。でもそっちの方がレアモンって感じあるかもね、当たり。どうだろう、別にどれか当たりとかあんのかな。映画当たりとかあるんかな、どうだろう。でもそんな当たり要素はないかもしんない。ガチャのうち当たったことないからコメントリーサイン見れるのは期待してるんだね。あ、マジ、たくさん届くのに楽しみ。あ、楽しみにして、そこは即答で全部当たりって言わない。あ、すみません全部当たりでございます。
払い目から回ったものは全部当たり、当たりにはキスマークが入ってたり。そんなことしないわそんなことしないわ。でも今からも書き出せるよ。ペンで顔が唇私のキスマークはさすがにあれだけど、はやちゃんの特徴うちは持っていてよね。ありがとう。電子シャン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 香水付きとか、え待ってそれいいね。今からでもつけられるけど、けどなんか届く頃にはもう、あやの届く頃にはもう多分あのちょっともう消えてるかも香水の匂い。朝入ってとかけるそりゃそうやばいね。チップロックしてくれる。でもさ届けるときに多分スタッフさんがもう全部そこペッ出してパッ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 パって感じじゃない。そういえば最近忙しすぎて映画とか全然見てなかったわ。ドラマとかも。あ、たくさん箱詰めするときにはなかなか。そうよそうよ。そうなのよ。カイトが真面目にそう思い込ませたらいいだけ確かにそう思わせたらいいのか。いやまだまだだね。あ言って秋のおすすめドラマは何。秋のうわ待って秋うわ秋なんか冬とか夏とかね、もう極端な季節だったらめちゃんこいんだけど、春もギリあるけど秋でしょ。もう冬を先取りして冬のとかダメ冋のとかダメ。見た昨日の机に何やった。呼んだ呼んでないよ季節の秋の話だよ。そんなにつまらなんてなんかごめん。いやいや大丈夫よ。はいもう秋のだなんだろうってなんか気になったし、うちもドラマ見ないからな。ドラマ秋か自作自演で秋ドラマを制作したら解決する。韓国ドラマ最近見てないの。そうずっとリハ期間とかで忙しくてもうほんと見る暇なくて全然見てなかったんだよね。で見たいなーってちょうど今話してて秋で、おすすめの映画は、おすすめの映画かそれでもまた迷うっていう。いやなんか普通にいい映画いっぱいあるしな。冬のおすすめならあるよ。トッケビっていうね、あ映画じゃないよこれドラマだ、韓国ドラマ。トッケビ、トッケビマジでいいよ。あ秋ならこれは秋なのかわかんないけど、普通にアイが好きな韓国ドラマは愛の不時着、愛の不時着。ああ
弱で本当にいいドラマなの、見てほしい。トッケビとあれなんだよね、確か作者が言ってなっただけ。韓国ドラマなのね。そうなの、愛ちゃん韓国ドラマ大好きでさ、冬に見るなトッケビで。愛は、愛が今好きなのは愛の不時着、愛の不時着見てほしいな。トッポギちゃうわちゃうわ。韓国とか政治、え、行きたいなと思ったんだけどさ、行きたいなと思ってるんだよね、けど韓国にそもそも行く機会がなくて。愛の不時着かな多分聞いた時ある。あ、本当に聞いたことあるよね多分。だって有名なドラマだもん、有名なドラマだもん、愛の不時着。え、本当にいいドラマなんです。太陽の末裔、あ太陽の末裔見てほしいかも。太陽の末裔もいいかも。字幕なしで見てる、あん、いや韓国語で字幕ありにしてます。どこに不時着するの？あ、そのね、物語っていうのは、愛の不時着の物語は、なんかあの韓国人の女のね、主人公がパラシュートみたいなやつに乗るんですね。で乗ったらなんかちょっと壊れちゃって、でなんか違うところにピューンって飛んでっちゃうんです。あ、違う、嵐に飲み込まれて、なんかピューンって違うところに不時着しちゃうんです。でその不時着しちゃった場所って言った場所が韓国のね、お隣の北朝鮮に不時着しちゃったわけですよ。で、あらまやばいってなって不法侵入になっちゃうじゃないですか。あらまやばいってなった時に、その北朝鮮の軍の一人の人がね、助けてくれたんですね。まあでも韓国にこれで帰れたってわけじゃないんだけど、でそこに韓国に帰るためにたくさん、そう、北朝鮮にたくさんね確保して、もうバレないようにとかしたり、もう本当にバレかけたとか、まあ、ほぼほぼバレたみたいな、まあすごい危険なシーンもあったね。もうでも泣けるんです。でもね、韓国にね、その無事渡せましたってなった時に、二人とももう同じな、会いたいっていう感じで思ってて、そしたらあの男が韓国に会いに行くっていう、あー、しかもその一緒に助けてくれた仲間みたいなやつも、もう泣けるし、そう、泣けるよ本当に。泣けるし、キュンキュンするし、もうね何もかも詰まってる、うん、その説明さらに見たくなった。本当に見てほしい本当に見てほしいんだよね、愛の不時着は。愛の不時着は本当にいいドラマなんで、はい、見てほしいです。キスシーンある？もちろんありますよ。それはね、韓国ドラマといったらキスシーンですよ。語り合いたいですね、語り合いましょう。やっぱ愛の不時着見るね、見て。その後に冬になったらトッケビ見てください。トッケビもいいんだよ。トッケビはああいう最初一瞬なんかちょっとドアマ分かんなかったんだけど、だんだん分かってきた。キスシーンや目当てちゃうわ、別にさ、キスシーン目当てじゃない。でももしキスシーン目当てであなたたちが見たとしても、見たとしてもね、多分キスシーン以上にそのドラマがいいってなると思う。
そう、代役の女優さんが好きです。え、もしかして見てますか、あなた。見てるんですか、もしかして。待って、いいよね。愛の不時着はネットフリックスで見れるので、ぜひ見てください。ドトリ喋ったから今めちゃ満足してさ、めちゃ満足、めちゃんこ満足。わー、愛も見たくなってきた。愛も見るね。一緒に見よう。愛も見ます。競争しようね。はい、今日から見始めます。はい、競争です。はい、ちゃん今日から見始めます。あゆの不時着はどこで、あゆの不時着なんてもありません。そっか、今また見られるんだ。え、確か見られるはずだよ。なんか、あゆも出てきたもん。ね、一回ね、あれなんだよね。契約消えたのかよくわかんない。違う。なんか消えちゃって、見えなくなっちゃったんだけど、確か見えるんだよね。あゆ、待って、見たもん。え、ちょっと待って、確認してからにするね。まあ、マーク長いかもしんない。あ、青い海の伝説大好きなのにさ、もうさ、なくなっちゃったし、放送期間みたいななくなっちゃったし、もう人愛系よりドロドロ系が好き。ドロドロ系もね、たくさん過去コーダーもあるんです。あ、何かあったかな。待って、名前が思い出せない。名前が思い出せない。なんだっけ、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 なんだっけ。違う、あゆが好きなのがあるんだよ、なんだっけ。あゆが好きなドロドロ系あるんですけど、名前が思い出せないですね。まあ、今度、また今度教えるので、また今度あの聞きに来てください、ショールーム。52分、まだ大丈夫かな。55分くらいになったんですよね。日本のドラマは見ないと、ミーミーと話共有できるし。お、ミーミーさんもドラマ見るんですかね。なんか主役だったら夕食一緒に食べませんか、もいい。夕食一緒に食べませんかっていうドラマですか。あゆ、ラーメンのくだり大好きなんだよね。ラーメン大好き。あ、ラーメンが大好き。まあ、ラーメンも大好きなんだけど、ラーメンのシーンが好きということの。なんかね、その北朝鮮の文化と韓国の文化、なんか韓国の文化でまあ好きな人にラーメン一緒に食べませんかっていうのは、まあ告白みたいな、例えばなんだろう、いやちょっと違うけど、なんか日本で言う月が綺麗ですねみたいな感じ、まあ好きですみたいな伝えてるようなもんなんだけど、まあそれをやってるんですよ。で、北朝鮮は、北朝鮮はとか言ってる、北朝鮮の方の方は知らなくて、まあ禁断の声なんですよ、本当に。二組もカップルがいますから。そこはちょっと見てください。ずるずる音鳴らしながら。ずるずる音鳴らしながらって。まあまあ。まあね、いいんです。本当に見てほしい。ああ、したりはする。もうそれは見てください、もう。そんなにね、そういうシーンがね、もうキスシーンとか、あーちょっとそのシーンが気になるならもう見た方が早いと思います。はい、あやちゃん楽しそうでいい。あや大好きなんだよね。大好きなドラマを語るのは大好きなんです、私。あ、見よう。え、今もちゃんとやってるよね。まあやってなかったら、やってなかったでも、はい、コメディなイメージしか思い浮かばない。私ですか？でもそれもね、面白いよ、普通に、そのドラマも。もうコメディも詰まってるし、恋愛も詰まってるし、もうあの、なんていうの、恐怖。恐怖も詰まってるし、もう泣けるも詰まってるし、もう全部詰まってるから、本当に見てほしい。ファン
タジー、ファンタジーは詰まってんのかな、うん、わかんないや、でも詰まってるんじゃないですかね。ハンカチ必須、え、泣ける、本当に泣けるから必須、本当に必須、もうドロドロだよ、もうあの多分目腫れる目腫れるよ。よし、55分になったんで男女読みしていきたいと思います。いきます。13位ミトサラ、ありがとうございます。12位モモカ、ありがとうございます。11位ユウヤ、ありがとうございます。10位オイちゃん、ありがとうございます。9位しのぶ、ありがとうございます。8位ふなふなふなし、ありがとうございます。7位おとうぴゃん、ありがとうございます。6位トンスケ、ありがとうございます。5位ミネちゃん、ありがとうございます。なんか痒くなってきた。4位コウスケ、ありがとうございます。3位ウッチ、ありがとうございます。2位アクツ、ありがとうございます。1位ヒロスケ、ありがとうございます。ありがとう、ありがとうね、配信見に来てくれてありがとう。よし、じゃあドラマを見ます。ちゃんとね、あの授業中とかちゃんとしまっときますよ、スマホはちゃんと。でもドラマもう休み時間も使おうかな。そして今日は前座出るので楽しみにしててね。机の下でカサカサ見ないよ、あいそんな悪い子じゃない、あんな眠そうだったのに韓国ドラマのテンションマックス、本当だよね、本当だよね、本当にそう。チェンジファイト、ありがとう、頑張るねもう早く咳治したい。ちゃんとね、あの食後に飲むお薬ちゃんと飲んでって、しかもなんかそれ即効性みたいなやつなのに、なんで、寝坊姫様って言うね、いや言わなくていいよ、言わなくていいって教科書を机に立てなければ見れるのバレないかも。いや私悪い子じゃないんで、私悪い子じゃないんで、はい、あ、私いい子ちゃんなんで、あのはいはい、頑張ってさ、ステージ上では咳出ないようにしないと咳の話すると咳出る、なんだよ、まあいいや、ありがとねー、バイバーイ、バイバーイ、みんなも今日頑張るんだよ、お仕事頑張って、もう公園見に来る人はもうそれモチベに頑張って、公園来ない人は、はい、の明日の配信とかもモチベに頑張ってください、頑張ってください。じゃあバイバーイ、バイバーイ、行ってきます、みんなも行ってらっしゃい、バイバーイ、ファイトだよー。